大家好，我是大叔 Kisa。 呢关最大的亮点就是 SSR 武器苍白之像，这个时空裂缝17章第4节普通模式。咁啱啱讲嘅苍白之像在维拉的右手边有只蓝色的旗仔。呢一关如果你要同时兼顾两个 NPC 的杀敌成就，又要赶路的话咧，咁时间上咧就系会有少少紧迫嘅。咁因为三星嗰个成就啦，咁所以咧你就要好好咁把握时间。啲村民咧被杀咧，就对呢个三星啦或者成就咧都冇影响嘅，咁可以放心。祝大家顺利通关，我哋喺下一章再会，拜拜。時が来たな。僕、頑張るよ。もう私の番？他に選択肢がない。僕を信じろ。他に選択肢はない。すまない。俺を信じれるか。この計略で行ってみよう。行くぜ。もう行動スタート。覚悟しなさい。マナレベル6をいつでも受けるわ。
さあ、すぐに。そうですね。